本日のメインイベント K-1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ日本代表決定トーナメント決勝戦を行います。残りは175センチ、65キログラム、日本 K-1 チーム恵比寿小比類巻登場、マイリーマサキ。決勝戦まで決して平坦ではなかった。断面には列車が見えます。ノイリーマサキ大本命。赤コーナー177センチ、 64.8キログラム、日本 K-1 チームチームドラゴン山崎秀明。額陥没骨折、両目眼下底骨折、あれから1年4ヶ月、決勝までやってきました。ゴールデンフィスト山崎秀明。さあこの2人に戦いは絞られます。6月24日、世界最強決定トーナメント、その代表権をものにするのは赤コーナー山崎秀明か、それとも青コーナー野入正明か。壮絶なる準決勝を戦った2人です。さあ放送席には正人さん、さらには平子祐希さん、中村匠さんをお迎えしてお届けしています。正人さん、はい、この2人が残りましたね。そうですね、本当にね、野入選手もズバ抜けてましたからね、1回戦2回戦、はい、どうなるか楽しみですね。すごかったですからね、2人とも。ですね、中村さん、どう見てますか。はい、そうですね、ナイスミドル。この2人、まあ、去年8月に対戦してるんですけど、はい、その時は結構、ノイリ選手がサウスポーに構えて左ミドルをバンバン蹴って、こうパンチを打たせないで勝ってるんですよね、はい、うん、なので、そういった戦い方でまた来るのか、ちょっと違う戦法で来るのか、うん、山崎選手もその時は階級を本格的に上げて一発目の試合でちょっとね、体の仕上がりとかも少し今よりは良くなかったと思うんで、そうでしたね、またその辺がで、まあ、今日決勝戦ですし、はい、1日3試合のそういったところが、ね、どう影響するのかですよね、うん、いやでも山崎選手は本当65キロでも全然通用すると思うんですよね。ノイリ選手は2回戦の時にガードの上から結構打たせたじゃないですか。そうでした。これ左パンチ、これ決勝戦ガードの上からあんまり打たせない方がいいと思いますね。さすがに3試合目だと、ダメージだいぶたまると思うんですよね。平子さん、いかがですか。ノイリー選手は今日の調子でこの最後ですからね、リミッター外したらどんなことになっちゃうんだろうってちょっと考えますけど、す、ね、山崎選手リングインした時に足をぐーっと伸ばしてたんですよ。そうでしたね。またちょっと変則的な蹴りを出すつもりかもしれないですね。今前蹴り出ましたけどもね。平子さん、あれをねどう見てたでしょうね、ノイリーがね、フックキックですかね。でも山崎調子いいですね。3試合目で力も抜けて、はい、すごくいいですよ動き。こう見た目のまずダメージがあまりないですもんね、山崎選手は。打たれてない。うわ、これです、フックキック、かけ蹴りっていうんですかね、左フック。いや中村さん、これはどう影響するかですね、はい、ノイリーに。そうですね、山崎選手こうやっぱ KO が超多いんですけど、あんまり打ち合うっていうよりもこの一発でこう、うん、距離ねキープしながらドーンって勝つ試合が多いんで、やっぱそんなこうダメージ溜めないですよね、うん、試合で。ちょっとノイリー手数少ないですね、もうちょっと出していかないと。右フック強い、右のハイキック、最後返したのはノイリー。ノイリーの自分の左側回るのが赤いグローブの山崎秀明です。ノイリーはなんか狙ってるのかもしれないですけど、あんまり良くないですね、はい、山崎はもっとどんどんガードの上から打つべきですね。なるほど。ノイリー選手はハイキックが入り方、膝狙ってんじゃないですかね、うん、まあ、ここまでの戦いもそうでしたね、接近してからの膝もあります、はい。ハイキック、これ見えています。まあでも平子さん、プレッシャーかけるのはやっぱりノイリっていう形はずっとそうですね。そうですね、左ジャブ、いいジャブですよ、うん、こう山崎選手の方がこうナチュラルに戦ってる感じはしますね。また出たフックキックだ、ボディなんか生き生きしてますよね、おっと第1ラウンド早い。平子さん、どうでしょう、聞きましょう。いや、もう1ラウンドのノイリ選手のちょっと静観してる感じが怖いですね。2ラウンド目でちょっと爆発しそうな感じありますけどね、うん、
ちら山崎です。中村さんどうですか、はい、もう山崎選手はもう伸び伸び自分のやりたいに戦ってるんじゃないですかね、うん、はい、まあ、こちら山崎選手の奥様のルディアさんですね、はい、中村さん前回ルディアさんは顔面のその陥没骨折、はい、眼下底骨折その場面をここで見てたんですね。そうですね、笑ってますよ今山崎選手が、はい、まあ、気持ち精神的なリラックス度っていうのはすごく感じますね山崎選手から。それ雅人さんずっとおっしゃってますね。そうですね、まあ、3試合目って本当に緊張してないんですよ。もう3回もリング上がってるんで。今の時状態でどっちがいいんだっていうところで見ると、お互い平常心は平常心なんですけど、ちょっと今体のだるさはあるんですよ、やっぱり3試合目なんで。なるほど、ね、ただやっぱり動けるんですけど、はいはい、ここはやっぱ行った方がどちらが行くか行けるかっていう。さあ世界の扉をノックするのは山崎かノイリか、まあ、1回戦はともに早い、まあ、1ラウンドまたは2ラウンド早々に決めているという2人。しかし準決勝はフルラウンド戦いました。ローキック重いぞ。ノイリはこうやって手出さないとダメですよ。1ラウンド少なかったですね手数が、ね、少ないですね。左ハイキック、うわすごいローだ。重いなノイリの攻撃。アッパーから左フックつなげた2段の膝、これ足でガードした。あでもノーリー選手もっと出てきたんじゃないですか1ラウンド比べると。出てきましたね、出てきました。いいですよあのローキック。平子さんここですね。そうですね、このローでまた強いパンチの踏み込みがね若干弱くなっちゃうかも分かんないですね。ただ山崎はもうこのガードの上からでも打つべきですね。うん、そうですか、効いてきますから絶対に。黄金の拳、ゴールデンフィストがその壁をぶち壊すか。いやしかしどんどん前に来ますノイリ。ノイリ選手ローじゃないですか狙ってるのは、距離詰めて。そうですね、ノイリは膝、あっと今の足の膝蹴りも強烈なんですよノイリ選手のやる。あの狭い前で足をねじるように木のようにねじ込んできます膝。ノイリ追い込んでいく左フック、右のロー。まあ、中村さん前回のそのクラッシュでの戦いの時も手数多いのはやっぱり山崎選手でしたよね、はい、そうですね。ただノイリ選手がやっぱりこうプレッシャーかけててどんどんあのミドルローを蹴っていってたんで、そこですよね、プレッシャーはかけてるんですけど手が出ないですよね。これじゃダメですね、山崎はもっとやっぱり行くべきですよ、はい、これ山崎ロー蹴られたくらいか。今左足上げましたがコーナーに追い込んでいく、左フック。コーナーに追い込んでも手が出ないんですよね。さあここは前に出ましたようやく。確かにそうですね、まあ、コーナーに追い詰めるようにはしますが、まあ、この距離だったらノイリは蹴っていけば当たるんで、はい、どんどん蹴っていった方がいいですよね。今も先に山崎が飛び膝大技も出しました、まあ、本当はその場面を狙っているのが青いグローブノイリかもしれない。左ミドル重い左フック。ナイス膝詰めて膝いいですねノイリ選手。前蹴りからパンチジャブです。また来たフックキック、左フック右顔面のダブル上からです。来ますね、行く行く山崎。うわー行った、黄金のパンチが振られる。左ハイキックちょっとバランス崩してノイリ入れる山崎。1年4ヶ月前顔面をぶっ潰されたこの場所でリベンジ、ノイリを倒した先に世界が芸を奪っている。いや山崎すごいラッシュだったな。決めるか、まだ9秒8秒ある。リフック、うわ左だ、引いてる、しかし出るノイリ。うわ終わった。大ヒント山崎ではすごい練習してきてますね。あそうですね、あれだけのラッシュしたら普通動けなくなりますよ、でもまだまだいけそうな感じしますもんね。そう見えますね、表情からも祈るようにしています。ルディアさんです。中村さん、はい、どうですか。そうですね、やっぱりここぞという時の攻撃をまとめる馬力と力っていうのはまだ山崎選手の方が残ってるっていうのを今の2ラウンドちょっと感じましたね。そうですね、やっぱりノイリ選手やっぱダメージだと消耗が目立つというか、ちょっとやっぱ手が出ないですよね。そうですね、いや平子さん、ノイリ選手がこうあっさり順調に一番になるのかなという予想もありました。もうガードの上から頭が揺れるほどの強さですよね。いやあれガードの上からでもダメージありますよ、3試合目ですからね。そうか、
今黄色いマウスピースを口に含む5位の顔面は熱傷です。逆に顔が綺麗なのが山崎。さああと3分だ、殴り合おうぜ。ローキック前に、前蹴りは山崎、赤いグローブ山崎、もう一つ前蹴り、顔面でヒロック遠い前、長距離砲バックブロー、もう一丁あのバックフロー山崎がちょっとゾーンに入ってるかのような、どんどん手が出ます。ローキックを切る。ちょっとノーリー選手バランス悪いですか。あーでもちょっとローキック嫌がってるかもしれないですね山崎。あそうですか、はい、山崎の前足に右のローを出していく、この青いグローブのノーリーです。これ効いてきたかもしれない、これ効いてくるとハイキック前出しますからね。確かに、はい、いや平子さんもう刻々と変わりますね。ダマンクラフですよね、もうこうなったらパンチと蹴りのまさに、あ効いてますね、踏ん張り効かない山崎、前蹴りを出すが、その痛い前足で出す、またローがあるか、ローがあるか、これだ膝だ、ももに膝、今度はロー、効いてるな、のすのす出てきます、足をついた瞬間膝、そうですね、効いてるけど山崎はパンチ出さないとダメですよ。そうですね、うわ足が完全にクロスに曲がった、膝だ、あのノイリ選手がイリアスブレードって競馬出た選手を倒した時もこの膝とローでたあのダウン取ってるんですよね。これだ、これです。情け容赦なし、無慈悲なまでのローキック膝ズボク打ってこいというのは山崎、左フック、こういう時山崎の蹴るといいんですよ、左の蹴りを。ああそうなんですか、バックの踏ん張りから追っていく、追っていく、膝だ、まだこれがあるか、入れ替わった、こいこい、そういうのは山崎、ふさわしい戦い、日本最強を決めるにふさわしい2人、ノイリか山崎か。でこうやってやっぱ前で出られるとノイリもローが効いてないのかなって錯覚してくるんですよね。でノイリも蹴ってる方も痛いんですよ足が、しかも3試合目、さあ残りが50秒です、右のフック出す、無慈悲なまでのローキックか、いや黄金の拳が火を吹くか。あーでも山崎選手もちょっとパワーが落ちてるかな、落ちてますね、踏ん張り効かないか、膝、さあ2人に残された時間は30秒だ、膝蹴り、しかし前に出るぞ、出るぞ山崎、左フック、日本人頂上決戦、世界への扉を開くのは山崎かノイリか、出血があります山崎。さあこの一瞬のインターバルがどんな影響を及ぼすか、今ノイに対して、小比類巻会長が今アドバイスしてますね。再開します。さあ残り時間は少ない、左の前尻のパットが深い、左ハイキック出してきたノイリ、しかし赤いグローブの山崎も前に出る、来たー、あと10秒、わからない、わからない、世界へ飛び立つのはハイキックノイリか、それとも山崎か、いや踏ん張れない、前に倒れ込んでいく、本戦終了、判定に入ります。どうなんだ、どっちが勝つんだ、いやこれは次ありますかね、延長どうですかね、3試合目のこの3ラウンドは結構しんどいですよね。しんどいですね、でもこれ表情とっても冷静なんですが、ね、足は効いてるとは思いますが、山崎平子さんどうですか、これもし延長になった時にローのダメージ残りますから ね、 いやだけどあれだけやっぱり顔も打たれてると頭のダメージもあるんですよ。さあ本戦で決まるか、いよいよまさに運命のジャッジです。集計の結果をお知らせいたします。さあ世界に飛び立つのはノイリか山崎か、ジャッジ豊永29対29ドロー、ドロー、ジャッジ勝本30対28、赤山崎、山崎
ジャッジ3人目は29対28赤山崎、山崎だ、2回戦を落ちまして、地獄の淵から帰ってきた、よみがえる山崎、山崎K1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ日本代表は山崎秀明、芸王に一歩近づいた。頭を抱える野入雅昭、これが日本最強決定トーナメントだ。富士山はエベレストより高いのかもしれない。いやー、雅人さん、はい、あのパンチを取ったということですね。そうですね、あの野入選手がもうちょっと早めに1ラウンドから蹴っていけば、確かにまた違う展開になったかもしれないですけどね。そうか、雅人さんずっともう手数が少ない少ないって言い続けてましたね。さあ平子さん、どうでしょう。ローはもう確実に効いてたと思うんですけど、それでも前に出ましたからね。このポイントも大きかったでしょうね。そして中村さん、どうですか。いやー、でも本当に決勝もそうでしたけど、もう本当にハイレベルなトーナメントだったと思いますね。決勝まで来てこれですもんね。そうですね、もう本当どの選手が優勝してもおかしくなかったと思いますよ、これだけの、はい、あのメンバーとこれだけ試合を実際見せられると。そうですね、本当に世界トーナメントってこれより上なのかって思いますよね。いや、世界一だったんじゃないですか、もしかしたらこの日本トーナメント。はい、あ、やっぱりここで涙ですね。山崎、1年4ヶ月前この場所で顔面を砕かれました。その張本人が芸王ウィラサクレック、彼へ大きく踏み出す、近づく頂点です。それでは優勝いたしました山崎秀明選手には K1 プロデューサー前田健作よりトロフィーが贈られます。いや、平子さん、本当に、まあ、どの選手もドラマありますけども、はい、彼も本当に重いドラマを背負ってますよね。そうですね、あの骨折を乗り越えての今日でしたから、はい、そうです、その分の絶対負けてなるもんかという気持ちの強さが、このポイントを分けたかもしれないですよね。中村さん、しかも去年の夏敗れている相手ですよね。はい、そうですね、まあ、本当にこのやっぱり芸王だったりこの K1 という舞台で、はい、もうリベンジというかここで輝いてやるってこう溜め込んでたパワーが今日ね爆発したっていうような、うん、そんな一日だったんじゃないですかね。そうですね、いや、でも雅人は本当に圧巻だったのがこうあのフックみたいな蹴りですよね、あそこから準決勝の。そうですね、はい、だけど本当に2回戦の広谷戦ですか、はい、あそこが山でしたね。でもそうでしたよね、まあ、広谷の頑張りがあってですけどね。広谷も頑張りましたけどね、ただあそこをやっぱ乗り越えて、うん、ん、広谷とノイリでしたか。そうか、そうです、そうです、そうです、ごめんなさい、久保選手ですね、久保選手エナのフックですね。そうですね、中村さん、いかがですか。まあでもベスト4に残ったやっぱりあの広谷、久保も良かったんですけどね。平子さん、いかがでしょう。いや、これもさらにね、この K1 の裾野が広がって世界からさらにね強豪が集まることになると思うんですけども、はい、もう迎え撃つ準備万端という感じですよね。いや、本当そう思います、ただ本当に世界のトップは1年前ですか。そう、1年4ヶ月前です。わずか1年4ヶ月前にハイキックでやられてますからね、ゲオに。ですね、まあ、その世界最強決定トーナメントはこの場所6月24日アンダー65キロ世界最強決定トーナメントが行われます。日本代表は彼です、山崎秀明。さあ、そして、まあ、素晴らしい戦い今日続きましたが、芸王も登場して、でも苦戦しましたね。そうですね、本当になんか毎大会、うん、みんな選手のレベルが上がってるんですよね。そうです、本当にみんな強くなってますね。中村さん、それ感じるんじゃないですか。そうですね、やっぱり特に日本人選手のレベルアップの方でしたか、外国人選手も、うん、まあ、この K1 という場所ができて、この新しい K1 という場所ができて、そこにこうタイトルを狙ってどんどん来る選手っていうのは、選手もレベル上がってますし、世界各国にやっぱこういう強い選手がいるんだっていうのがどんどん出てくるんで、それがこう一堂に会する65キロの世界トーナメント、また
この後ね、あの60キロも日本トーナメントが始まりますけど、うん、そのトーナメントがまたね、一気にぐんとレベル上がるんじゃないですかね。そうなんですね。その要因の一人は彼ですよね、ヒロヤ選手。そうですね、ヒロヤ選手は本当今日良かったですよね、動き、うん、楽しかった。なんかマサトさん、またなんか、はい、ニューヒロヤが見られそうな感じしますね、これから。そうですね、まあなんか一皮むけたなと、ね、ただまああのね、負けは負けなんで、うん、そこでいい試合をしたから納得するか、悔しいと思ってまた明日から練習するか、それによってまたヒロヤが勝ってきますよね。そうですね、まあ、ヒロヤ選手は寺崎選手を1回戦1ラウンドで KO で下し、準決勝は井上正明の前に、まあ、大接戦、判定2対0で、まあ、涙を飲んでベスト4でした。平子さん、その他のトーナメントの選手で印象的だった選手はいますか？いや、そうですね、どこ切っても名勝負だったん で逆にこう日本人選手の層の厚さを見せつけられましたよね。いや、でもあの60キロのスーパーファイトの廣高選手とヨハネスウルフ、うん、はいはい、ね、K-1 チャンピオンになった廣高選手が負けてしまいましたからね。そうですね、いや本当に世界にはまだまだ強い選手がたくさんいるなっていうのを改めて感じますよね、うんうん、だから本当に今度ね、この山崎選手の世界トーナメント、はい、うん、化け物みたいなのが出てくるかもしれないですよね。ですかね。いや、平子さん、今日見たこれがスタンダードになってしまって、もっとすごいことになるんですかね。ちょっと想像できないですけどね。そうなんですよ。ではまだまだね、今日の変則的な足技なんかも世界まだいるんですね、うん、いろんなタイプのパターンの攻撃方法が、で、平子さん、またマサログランダーみたいに若い選手で一戦ごとに強くなってくる選手もいるし、1年前は無名の選手でしたからね。そうですよ、ピンチヒッターで登場ですもん。まあ、改めてそのトーナメントですけども、1回戦第1試合はノイリー選手が木村フィリップミノル選手を下しました。中村さん、はい、まあ、改めて木村選手にとってはね、まあ、厳しい2016年スタートではありました、ね、はい、またね、山崎選手もそうでしたしね、やっぱり木村選手もこの負けから這い上がってきてほしいですし、うん、それはね、相田選手だったり、寺崎選手だったり、ノーマス選手だったり、もう同じですね、はい、そうですね。正人さん、そういう意味では、はい、相田康臣選手はどうでしたか、うん、結果でなかったですけどね。まあ、ね、今日、まあ、1回戦がチャンピオンになった山崎選手でしたからね。ただ、ちょっと壁にぶち当たってるかなっていう感じがしますね。まあ、そして中村さん、はい、忘れてはいけないノーマン選手が久保選手苦しみましたしね。そうですね、うん、もう本当にくせ者ぶり発揮しましたし、やっぱりね、トーナメントとなるとああいう選手もね、こう色を出して、そう、はい、人の目を引きつけるんだなっていうのも改めて思いましたね、うん。あとはヘビー級の上原選手、はい、これヘビー級は世界の層は本当に熱いですからね、本当にそういう、ね、選手を、ヘビー級のトップの選手を呼んできて戦う姿を見てみたいですよね、上原選手と。まあ、そのやっぱり100キロにはまだ届かないこう体なので、まあそこもどうしていくかっていうのもあるでしょうしね。まあ、でもそうは言ってもマイク・タイソンもあのくらい同じくらいの体だったんじゃないですか。なるほど、確かに。ただ、まあ、今と昔の時代は違うから、どんどんみんな大きくなってますけど。そうですけどね、そして芸王ウィラサクレック、その手前には浦部宏高選手がいます。まあ、チャンピオン明暗分かれたというか、お互いに苦しんだっていうチャンピオンでもありました。まあ、改めてね、このあれだけトーナメントだったりタイトルマッチで強さを見たチャンピオンでも苦しむっていうのが、うん、まあ、今の K-1 のレベルの高さかなっていうのも感じさせられましたね。そうですね。さあ、山崎選手の声が聞けそうです。皆さんこんにちは、チームドラゴンの山崎秀明です。今日は本当にたくさんのご来場ありがとうございました。自分自身、2回目の K-1 出場になったんですけども、1回目の出場で、ゲオ選手に、屈辱的、敗戦を喫してから、辛い日々もありましたが、こうして皆さんの応援のおかげで、またこの舞台に立ち、こうして優勝トロフィーを手にすることができました。皆さんの支えなしでは本当に今日のこの結果はなかったと思っています。本当に、皆様本当に応援ありがとうございました。自分自身、今日で、ここで終わりだと、思わず、その名の通り日本代表決定トーナメント、
6月の世界トーナメントに向けて、精進していきますので、また皆さん自分がその6月、ゲオ・ウィラサ・グレイク選手にリベンジするところをぜひ、見に来ていただけたらと思います。必ず KO をしますんで、今後とも、応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。中村さん、はい、長く取材も続けられてきて、はい、山崎選手改めて。そうですね、結構山崎選手ゲオに負けた後にこうあんまりこう自分の口からこうゲオにリベンジするとかってそんなにこう言わなかったんですね、こういうチャンスが来るまでは。なんかそういうところからも本当にこのリベンジしたいという気持ちも伝わってきてますし、これでねその機会を得たと思うんで、またこの3月今日から東世界トーナメントまでにまた山崎選手強くなると思いますね。平子さんどうですか。屈強を乗り越えた上での優勝っていうのは本当に大きいでしょうね。今後まだね成長するための精神的な支えにもなるでしょうし、うん、はい、まだまだ伸びしろがね、うん、まあ、今日初めて見ましたからね、あの変則的な蹴りもまだ何を隠し持ってるかもわからないですからね、うん。いや、正人さん6月24日ですよ、世界の化け物の中に。そうですね楽しみですね。またどんな選手がどんなねまだ見ぬ強豪が集まるか楽しみですよね。本当にそうですね。まあ、そんな中こうチャンピオンも登場したゲオ・ウィラサ・クレックは苦しんでの勝利、そして60キロのアンダー60キロの王者浦部宏隆選手はヨハネス・ウルフの前に敗れました。その60キログラムの日本代表決定トーナメントが4月24日日曜日、ここ国立代々木競技場第2体育館、まあ、次回大会を行われます。まずは中村さん、はい、このトーナメントもまたすごい日本人選手が。そうですね、やっぱりまず注目は前、アンダー60キロ世界チャンピオンの浦部晃也選手はこの日本トーナメントからまた仕切り直しで、はい、試合をするっていうところもありますし、広谷選手の弟 の、 タイガ選手もこのトーナメントに出場して、はい、山本雅宏選手ずっと60キロで活躍してきたベテランの選手と対戦しますし、はい、あとは広隆選手とワースーパーファイト対戦した投手選手だったり、レオナペタスと投手ですね、はい、あとは大沢文也選手、明戸仁志戦、そうですね、あってあと浦部晃也選手と対戦する浩二選手、はい、関西の選手なんですけど、2人がねまたね激しい接戦を繰り広げて、そうなんですね、記者会見の時点でバチバチだったんで、このトーナメントもねみんなライバル心むき出しで激しい試合になるんじゃないですかね、うん、そしてまあ予想のできない予想通りにいかないトーナメントになると思いますね。いや、正人さんおっしゃったように、はい、本当に、まあ、トーナメントとりわけ日本人同士のトーナメントってすごいですね。いや本当にやっぱりプライドをかけた戦いなんで。そうですよね、日本では絶対に負けられないっていうふうに、うん、まあ、僕は思ってやってましたからね。そうでしょうね、まあなんといってもノイリ選手がもう日本人との戦いは卒業だ、このトーナメントでって言っていたのが、ね、まさかね、うん、まあノイリ選手、僕はノイリ選手最初本命でしたからね。そうでしたね、でも山崎選手強かったですね今日、はい、本当に、まあ、きっとゲオにやられてから一生懸命練習してきたんでしょうね、うん、そうなんでしょうね、きっとね今回があれ以来の K1 ですもんね。その通りなんです。多分ずっとこの会場で他の選手が戦ってる姿見て悔しい思いきっとしてたでしょうね。そうですね、それがまあ今日果たせて、うん、すごく良かったんじゃないですかね。でもまだねこれが終わりじゃなくて始まりですから。そうなんです、まあでも平子さん、そういう意味では、はい、我々日本人の選手に期待したいっていうところには本当に託すにはふさわしい試合でしたね、大会でしたね。これアンダー60の選手も今日ね会場の方いらっしゃってましたけども、そうでした、今日のこのトーナメント見てもう動画戦火ついたんじゃないですか。でしょう、ね、で中村さんからお話あったより、はい、浦部兄弟弟晃也選手がじゃあ俺がって、そうです ね今日お兄ちゃん負けちゃいましたから、はい、いやそれみんな思ったんじゃないですか、廣高選手が負けたのを見て、じゃあ俺が60キロチャンピオンになってやるよっていうのは、多分トーナメント出る選手でもそれ以外の選手もみんな思ったと思うんで、 そうですね、それが4月ねまたね爆発するんじゃないですかね、うん、まあ、改めてその4月24日日曜日のそのアンダー60キロ日本代表決定トーナメントカードが山本雅宏対タイガ、レオナペタス対投資、大沢文也対明戸仁志、浦部晃也対浩二、さらに、中村さん、はい、かける選手のエントリーも決定。そうですね、はい、ただね今日ねチャンピオンみんな苦戦したんで、はい、じゃあタケルどうなのかというのも、ね、この4月大会は楽しみですね、うん、強豪選手がおそらくまた、うん、
武田選手の目の前に立ちはだかると思うんで、はい、そこをどうね、今ノエリに乗ってる武田選手が突破できるのか、また苦戦してしまうのか、うん、はい、それも、またスーパーファイトとして楽しみたいと思いますね。そうですね。山崎秀明、1回戦は相田康臣を2ラウンド32秒でのノックアウト、準決勝久保優太を判定3対0、まあ、しかし最後こう衝撃の変則的なフックキックが見えました。そして決勝戦は野入正明、優勝候補大本命と言われた野入正明との戦いの末、常に出続けて常に黄金の拳を振るい続け、ローキック効かされながらも最後勝利をつかみました。とはいえ判定2対0、日本のレベルの高さをうかがわせた決勝戦でもありました。中村さん、はい、2016年もすごいことになりそうですね。そうですね、やっぱりまずこのね、新しい県で初の試みだったんですけど、この日本トーナメントは、はい、もういろんなこう感情も出てくるし、うん、いろんなドラマがあって、またね、世界トーナメントとまたこう違う面白さもありますし、はい、ここからね、世界につながるという分でも非常に今年の K1、階級的には65と60キロですけど、はい、この日本、世界の2つのトーナメントで盛り上がっていくんじゃないかと思います ね、うん、そうですね。さあ今日初めて解説席をお座りいただいた、アルコ&ピースの平子さん、はい、どうでしたか、この間近で見る K1。 ここまで全試合が激戦になるとは本当に想像できなかったですね。もうこの実況と解説がもう最近この日本人選手でもっと前に出てほしい、もっと攻めなきゃいけないっていうのが格段に減りましたよね。なるほどね。すごい、もう全部このアグレッシブファイト、やっぱりこの正人さんたちを見て育った若い選手が今こうしてリングに立ったので、いや頼もしいですよね。そうですね。どうこう世界を迎え撃つのかって楽しみです。また次回の4月24日大会、さらには65キロの6月24日に行われる世界最強決定トーナメントが本当に楽しみになる戦いでした。さあそろそろお別れの時間です。解説をお願いしました正人さん、そして平子祐希さん、さらにはスポーツライター中村匠さん、お三方どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺りで国立代々木競技場第2体育館からお別れです。以上をさせ、K-1 ワールドグランプリ。